創世紀四章。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た、と言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、 カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の醜い子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかし、カインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。 もしあなたが良いことをしているのなら、受け入れられる。しかし、もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。 あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から、 弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の戸川は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの見顔を避けて隠れ。 地上をささままよいい歩くさすす。らい人となります私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それゆえ、私は言う。誰であれ、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は、彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないように、カインに一つの印をつけられた。 カインは主の前から出て行って、エデンの東、ノデの地に住んだ。カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、息子の名にちなんで、その町をエノクと名付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデはメフヤエルを産み、メフヤエルはメトシャエルを産み、メトシャエルはレメクを産んだ。 メクは二人の妻を迎えた一人の名はアダもう一人の名はツラであったアダはヤバルを生んだヤバルは天幕に住む者家畜を飼う者の先祖となったその弟の名はユバルであった彼は盾ごと,と笛を奏でる全ての者の先祖となった一方ツラはトバルカインを生んだ彼は聖堂と 鉄ののああらゆるる道具を作るものであった。トバルカインの妹はナーマであった。レメクは妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために。 カインに七倍の復讐があるなら、レメクには七十七倍。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は、神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいました。と言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシュと呼んだ。 その頃、人々は死の名を呼ぶことを始めた。